はい、どうも田島清志郎のね、ダラダラトーク。唐揚げね、食いすぎないようにしなきゃね。危ないんですよ、油もんなんでね。田島清志郎が話し始める、だからみんなは違うことしながら聞いてよってことね。なんでこんな変なノリかっていうと、その今ね、寝てたっていうかね、横になってて、よし動画、そうだ1時だって思って動画撮ろうってね、思って撮ってます。はい、まあね、じゃあちょっとね、その話したいことあったんだよ。だから全然トレクルとは別のことなんだけど、エンジンかけるためにトレクル4周年キャンペーンがなんかすごくない？なんかスピードくじやべえよな。なんか俺は9等が当たった。でもまあその前に10等のくせに虹の宝石4つもらえるってやばない？4つだよ。1等444個でしょ。で4444個ぐらい欲しいよな。いやー、1等欲しいなー。で3等が44個、3等でもね全然嬉しいわけですけども、あー、ちょっとキャンペーン見るか、スマホで。いや、パソコンはねめんどくさいんです。まあ、こういう時スマホ便利ですよね。どういうためのスマホじゃいとね。いやー、ちょっとね、トレクルのね入り方はちょっとやめるわ。ちょっとあのね、トレクル、俺はねサファリでやってるんですけど、トレクルのゲームイズね、ちゃうねんって。 iPhone X 使いづらいなーって言って、 iPhone X アピールかいって言って、よいしょよいしょ、感謝感謝ってね、感謝感激ゴリゴリラだろそこは。今充電何パーセント？ 68% か。今回のトレジャーマップは今までと何かが違う。なんだろうな。5月22日、まあ20日後。20日後って合ってるから、まあ20日後。20日後だ。俺の中では20日は20日にしとこう。20日後に、トレジャーマップ。さすがに今回はやる。さすがに。俺トレジャーマップ、キザルはもうやんないけど、さすがにやる。うん。で、5月10と5月14のルフィとナミがそれぞれのフェスゲンで登場か。あれないのかな？ 4周年スゴフェスっていうのもあるんでしょ？それが15日か。で、4周年でなんかもうすごいこと起きるんだろうな。トレジャーマップ、キザルはさすがにもう俺やんない。うん、きつい。キャロット仲間なんのかな？仲間なるよな。ペドロ、あ、ネタバレだけどいいか。ペドロやられちゃったしな。どうせペドロもね、ジンペイと一緒に帰ってくるんでしょうけど、どうせね、どうせ生きてるしな、絶対生きてるもん。明確に死んだってならないと死にませんからね、ワンピースの世界では。だってコラソンだって生きてるでしょ、多分。コラソンだって絶対生きてるよ、俺は。サンジの店でコラソンがいたらしいけど別人なんじゃないかって言っても、能力は気絶でやられるっていうか、やっぱりドフラミンゴもその時は鬼になりきれなかったからみたいな設定で生きてるんじゃないかなと。何の話じゃ。いや、全然エンジンかかんねえ。ああ、で、まあまあすごい。あ、スピードくじの話だった。まあその前にね、まあじゃあスピードくじ、配布フェスゲン、まあ4周年キャンペーンサイトのアクセス数が44万4444人を突破する。きつくね、結構。まあそれ突破しなくても多分くれますけどね。うん、でも突破してくれみんな。まあ僕が行きましたんで、はい、公式ホームページ俺も見ておくわ、スマホから。で、これ更新しすぎるとバンになるんで、皆さんも気をつけてください。
かな。今何人だ。でなんかよくわかんないよね、お宝さんで公式ツイッターからもらえるよって。これ俺はいらない。このページのアクセス人数今11,862人、2時間以下44万人か。でもなんかね、わかんないけど。でスピードくじね、スピードくじ10等賞で、10等で4個でしょ、9等で虹の宝石4個で、レア4以上確定仲間探し1回。俺引いたらマルコ出ました。アフェスゲンじゃない方ね。うん、ガチャゲンの強い、まあガチャゲンの最近のマルコが出て、まあゲンと強いにします。で8等で秘伝の書44冊って頭おかしいけどな。で7等で万能必殺本14冊、これも頭おかしい。で限界突破アイテムセット、これもまあまあじゃないかな、うん、で5等でも超進化後の、お超進化後の超すごいやつ限定仲間探し1回、えすごで4等で確定版の必殺本10冊なんで、絶対10レベル、スキルレベルが上がると。で3等で、虹の宝石44個、なんでこれ超進化後の超すごいやつ限定仲間探し1回と超すごいやつ限定の仲間探し1回、え3等と、え2等と5等何が違うの。え絶対5等の方がいいじゃん。あーでも超進化後ってことはだいぶ限られてるよね。超進化するやつしか、超進化した超すごいやつだけだけど、こっちだったら超すごいやつ限定だから、まあ進化前進化後含む、まあ進化前含むから、もうとにかくいろんな最近のでもいいよってことだから、まあ確かにいいな。で1等が虹の宝石444個ってことで、いやーすごい、これ毎日当たんのかな。これ今日で終わりだったらひどいな。どういうことだ、もう俺終わりじゃないっぽいな。あと12回くらいチャンスがある、あったらいいよね。12回もチャンスあってね、12回連続でね、あの虹の宝石444個もらえたらいいな、いいな。すごい確率だよね。それ、いやその運は他で使えて、それで大富豪になっちまえよ。運でめちゃくちゃ金儲けてまえよと。いやでもトリクルね、俺めちゃくちゃひどいこと言ってたのにね、手のひら返すっていうね。でこれからだって、まだキャンペーン少ないでしょ、で多分もっとすごいのが来るんでしょ、まだ終わらないでしょ。さすがにビッグマムのトレジャーマップスゴフェスはやるかな、さすがにやるよ俺は。うん、やる、それだけは やらなきゃダメだと思う。それはやる、ずるいけどね。まあいやでもね楽しいな、トリクルがね、ずっと続けばいいのにね、トリクル。でも4周年って結構すごいよな、トリクル。パズドラは今年で6、7周年かな、6周年かな、うん、すごいけどね、4周年ね、ずー終わらないでほしいな、俺は。トリクルは俺がお金を自分で稼げるようになって課金できるようになるまでは終わらないでほしい。そっから俺は、そっから10年くらい続いてほしいけど、課金できないんですよ。やっぱこんな楽しいゲームにお金入れられないと。うん、その課金は悪みたいに見られがちだけどね、なんか。うん、外役プレイヤーですからね、無料でやってるってよくよく考えたら。そんなね、廃課金はしなくていいけど、その普通の値段くらいはね、普通に任天堂ゲームとかそういうくらい1万円くらいは課金しようよじゃないけど、なんかそういう周年お祝い事の時にはね、課金しようよって
ていうのありますけど、さすがに俺は今できない、うん、お小遣いじゃできない。まあね、ガキンチはやっぱ課金しちゃダメだと思う。そうね、今俺が課金のね蜜の味知っちゃダメだと思う、やっぱり。うん、その課金って素晴らしいことなんですけど、自分の金稼いでからやってほしいよねっていうのはありますけどね、うん、だってねすごいもんな俺もな。 YouTube で稼いだらね、まあ仕事できるようになったら、うん、でも課金するために仕事したくねえけどな。まあそういうことですよ。トレクル楽しみましょうみんな、まあ、最近やっぱハマってるのはやっぱスノーマンさんの動画絶対見んだよな。あの人めちゃくちゃ面白いからな。面白いっていうので見てはないけど、普通になんか見やすいし、あそんな思い出があったのかとか、あの人の動画見やすい。はい、ということで、あのね俺の世界一見づらい動画でした。